画面上にラインを消す、積むということで、うん。まあ、貴重な斜めラインって感じですね。はい。ただ、ね、この子も使うの初めてなんですけど、22ってすごい多いですね。22個か。まあね、一番最初のパートでやったアナキン・スカイウォーカーの24個に比べればまだまだ少ないと思ってやるしかないよね。さあ、どんなつむだ？わお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 。確かに。これは22つむいくわ。だって、トータルで今36個消したってことですよね。はあ。これは破壊力抜群の粒ですね。はあ。気に入るかもしんないです。なるほど。ということで、行きましょう。シューン！いいっすね。いいっすね、いいっすね。スコアボムも出してくれるし、コインボムとか、今、タイマーボムですかね。タイムボムか。も出してくれたんで、こう、複数種類のね、ボムを出すっていう意味では、かなりいいかもしれないですね。あれ、でも、まあ、でも、まあ、2回だからかな。意外とコインが溜まってないかなと思っちゃったんですけどね。ブンブン。あ、どっちもスコアボム。あ、いい感じ、いい感じ、いい感じ。ほい。で、13、14個。でして、あ、またいけそうですね。チュイーン。ライバルツムみたいな感じなんですかね。ただもうね、名前が強そうですね。クルーズでラミレスですよ。もう、ホームランめちゃめちゃ打ちそうだし、なんなら水上も走りそうですもんね。クルーズか。いや、別に特別になんか意味があるわけじゃないけどね。最後の方でちょっと詰まってしまいましたね。なるほどね。この子は育てがいがありそうですね。クルーズ・ラミレス。マックイーンとね、競争して、ツムをバンバンと消してくれる、そんな優れツムでございました。ということで、次回お会いしましょう。ではでは。